戦車の一例戦車の一例戦車とは、自動車の外装及び内装を洗浄すること。作業に関しては、自動車のユーザー自身が実施する場合と、専門店等の業者に依頼する場合とで二つに、対別できる。自動車は、使用に伴い、空気中の埃や土砂等によって外装が次第に、汚損してくる。また内装についても、車内に取り込まれる、外気中の地や、 埃り等により汚損してくる。これら汚損を取り除き、内外層の美化を保つために行う行為を、戦車という。戦車を実施するタイミングは、その所有者や使用者が判断するものであり明確な、基準は存在しない。ただし汚損が激しいと車体の骨格等の腐食等が、懸念されるので、安全上の理由から自動車メーカーのほとんどが、定期的な戦車を推奨している。 洗車の方法にはいくつかの種類があるが、その作業を自動車のユーザー自身が行う場合と、ガソリンスタンドや専門店等の業者に依頼する場合とで二つに、対別できる。またその作業内容は、主に人間の手作業による方法、主に機械に作業を任せる方法の二つに、対別できる。ここでは、洗車の必要性から汚損の内容を、具体的洗車方法まで、 講義に述べる。前述の通り、洗車を実施する、タイミング、つまり、どこまで汚れたら、洗車をするべきかという判断は、ユーザーが決定するものであり、明確な判断基準というものは存在しない。ただし、汚損が進行すると車の外反や骨格、その他機械稼働部分等に、錆等の腐食が発生、進行したり、 また、堆積した汚れによって、自動車各部の異常の発見が遅れること等が懸念される。そのため、自動車の適正保全や安全上の理由から、自動車メーカーのほとんどが定期的な洗車を奨励しており、多くの場合自動車の取扱説明書にその方法が記載されている。また、定期点検や、車検点検時には下回り、等の洗車が、 法令により求められているが、これは、故障や不具合の確認に支障をきたすことがないように、するためである。また、日本では、修理や定期点検等で、カーディーラー等に車を預けた際に、簡易的な洗車がなされて返却される場合が多く、その場合ほとんどが、無償のサービスである。洗車のタイミングや頻度は、地域や文化によって異なると言われている。 例えば世界中で戦車が実施されている割合いが高くかつ頻度も高い国は日本であると言われている。その背景には日本は年間の降雨、雪日数が比較的多くお損しやすいことや自動車そのものが所有者の豊かさの象徴であり見栄や世間体から綺麗さを保つ傾向が強いのではないかということ等があると考えられている。また、 地域による洗車タイミングや方法の違いとして、例えば日本であれば、降雪地帯では雪による汚損が激しく、また路上に散布される凍結防止剤や融雪剤が、車体に与える影響等を考慮し、特に下部の洗浄を重点的に実施したりする。ほとんどの自動車は屋外で使用されるため、その外装は空気中の様々な物質により汚損してくる。また、 内装についても、空気中の様々な物質や、搭乗者が乗車の際に、車外から持ち込んでくる土砂等により汚損してくる。汚損する要因となる物質の具体例を以下に挙げる。屋外を走行する以上、汚損を完全に防ぐことはできないが、以下のような方法で、少しでも、汚損の程度を抑えることは可能である。また、汚損した状態を長く放置すると、 付着していた汚れが変質し、ボディにこびりつくこと等がことも考えられるので、定期的な洗車というものは、根本的な汚損の回避の一つの手段でもある。自動車の内外装は単なる汚損ではなく、損傷していることもある。特に外装は、ほとんどの場合金属の上に塗装が施してあるため、一見、傷には強そうであるが、実のところ塗装膜は、 些細なことで傷がつきやすい。もちろん、自動車を通常に使用している限り目立った傷が突然つくことはないが、細かい傷は糸も簡単についてしまう。例えば外装にうっすらと埃が付着した状態で手のひらで撫でただけでも傷がつくし、衣服のチャックやボタンが擦れただけでも傷がついてしまう場合がほとんどである。 さらには、戦車によっても傷がつく可能性は高いので、傷がつく程度を少しでも減らしたい場合は、いくつかの注意を払いながら、作業を進める必要がある。ちなみに、これらの細かい傷は、遠目からでは視認することは難しいが、車体に近づき、光源をボディに映り込ませた状態で、光源とは、反対からボディを観察すると容易に確認できる。特に、 光源を中心に円を描くように確認できる傷は、主に戦車時に微細なホコリや土砂を含んだ状態で、ワックス掛け等を行った時にできたものの可能性が高く、一方、光源に対して、戦場に確認できる傷は、主に微細なホコリや土砂を含んだ状態で車体を布類で拭いた際にできた可能性が高い。また、機械式戦車を利用した際には、 炎上と戦場の両方の傷がつきやすい。戦車を実施するには、まず、ユーザー自身で実施するのか、ガソリンスタンドや、専門店等の業者に依頼するのか、どちらかを選択することになる。いずれの場合でも、その作業内容は、人間の手を使う方法か、主に機械に任せる方法かで対別できるが、双方にはそれぞれ長所短所があり、 洗車を希望する者がどちらを選択することになる。ただし大まかなステップとしては、どの洗車方法も同じで、初めに付着した汚損を落とすことであり、次に必要に応じてその後の汚損を少しでも少なくするような処置を施すことである。洗車用品の自販機コンビニのセルフ洗車機、対象自動車を保管している場所等で実施するほか、 以下のような場所で実施することもできる。極めてシンプルな洗車方法としては、ボディに水をかけスポンジ等で汚れを拭い、水で流し、布で拭き取るという工程になる。しかし、その方法だと洗浄が不十分なため、逆に汚損を悪化させたり、汚れを吹き伸ばすことで、ボディに傷をつけたりするリスクが高く。 長期的な観点ではかえって車の遅損の程度を悪化させることにつながりかねない。そこで、蒸気リスクをなるべく低減させることを前提に、一般家庭における自家用車の洗車方法として、多くの専門書及び自動車専門誌等で論じられている一般的な洗車方法を以下に記載する。 お損の洗浄表面の保護その他機械式洗車機の動きの一例を以下に記載する。洗車機の形状はほとんどが門型で機械の操作は設備を備える店舗の従業員が行うことが多い。洗車に用いる用品は多数のメーカーから様々な商品が販売されている。購入先は自動車用品店が一般的であるが一部ガソリンスタンドや カーディーラーでも取り扱っていることが多い。また、コイン洗車場の中でも販売されていることが多く、中には、飲料用自動販売機を改造し、洗車用品が購入できるようにされていることもある。ありがとうございます。